五右衛門風呂を使用している場所に行って実際に入ってみました。まず丸めた新聞紙をかまどに入れ、燃えやすい小枝を上に乗せます。釜の下から直に火を焚くので、お湯は自然と下から上へ対流します。だいたい約30分程度で沸き上がります。好みの湯加減になったら火力を調整し、いよいよ入浴です。温められたお湯は遠赤外線効果でより体も温まりやすく、湯冷めもしにくいのです。体の芯まで温まるっていうか、気持ちいいです。自然の中で五右衛門風呂にのんびり浸かりながら、薪のパチパチという音、川のせせらぎや鳥のさえずりに耳を傾けると、心身ともに癒されること間違いなしです。普通のお風呂じゃ味わえない日本人の郷愁を温かくそそるこんな贅沢を、あなたもいかがですか？